ってきました。ポッポ屋草原嵐山手前橋おさらっぺが、あ、いやちょっと待って、いや飛んでる、もう行く前から飛んでる。今日はあのタメ口カフェですけどね、しじみ町を追っての収録部分、ためじゃねえわ、ストック部分、ためかの部分も含めてやっていくので、いやもういきなり行く前からなんかわっさわさ飛んでる。何者か分かりません、まだこれガかもしれない。どっか止まってくれればわかんだけど、慌ただしく、結婚のシーズンでございますね、これは。雰囲気は、まあ、とりあえず行ってみるか。あ、綺麗な色、羽のないバッタちゃん。羽のない種類もいるんだけど、これのこれから出るのかわかんないですけどね。ほら、モンキチョウが来たよ。またいたよ、これ。綺麗だな。なんかね、もうなんかシジミチョウ追っかけての番組っぽい。今日のタメ口カフェ。今日のおさらっぺ川ですね。こんな感じだろう。おさらっぺ川。なんかいろんなもん飛んでます。あ、なんか気持ちいいねこれ。あれ、田舎っぽい感じがしていいな。すごいセミ鳴いてるよ。先日ここで小紫に会いました。こっちに向かっていくと、のちうのアイヌの伝説の岩のとこに行くのと、サイクリングロードに結ばさっていて、ここが北方野草園の嵐山、なんだ、ガイドセンターじゃないですか、嵐山センターです、なんか。ここに一個おじさんいます。ああ、ギャー飛んでるわ。あれ、あ、ギャーだよ。標識のところ、あらららら、さっといなくなるんだよね、アギハはね。スピードも速いし。いや、橋渡ってる時暑かったな。氷紋だね。暑かったんだけど、野草園はちょっと涼しい。あれ？違うな、あれ、小石さんが撮ったら違ったセンターに見えるんですけど、違いましたね。はあ。ああ、飛んでるな、いろんなもの。ほら、氷紋が来たですよ。これ、坂八だったっけ。いやー、取れる。あ、せせり町だ。せせり町。今日はまた一向寺さんの休みの日らしい。センターの人いたからね、聞いたんですけど、今日休みだよ。必ずじゃん。この奥にアゲハいますね。綺麗だね。綺麗だ、やっぱりアギハ。ああ、近くまで来た。おお、かなり近いよ。すごい。ああ。ちょっと待って、これ、タメ口カフェではダメだ、これ。完全に、しじみ町って、まあ、連続して番組流れますけども、それだね。
タメ口カフェは違う内容やります。ほら、アゲハだらけ、これ。これはね、ダメだ。シジミ状ってだ。いやー、アゲハ綺麗だな。あれなんだろう、小さめの黒いやつ。あ、黒日陰か、思い出した、黒日陰だこれ、はあ、黒日陰だ、はあ、この間間違ったもんね。うーわー、エゾニューすごいことになってる。ブワーッとね、でっかいんですよこれ。これ食べられるんですよ、野草として。食べたことないけど。今日はね、蝶だらけですよ、本当に。いやー、電話くれただけあるわ。他のお客さん発見。多分今ガだと思うんですけど、シジミチョウよりもっとちっちゃいの飛んでましたね、はあ、そうだ、これ上がっていくんじゃなくて、なんて言うんだろう、まあ上がっていくんだけど、池があって花壇があるんですよ。ああ、おじさん、一個おじさん、あそこのこと言ってたんだな、きっと。明日行ってみよう。桜草園だから、こっちだね。ここじゃなくて、ここだから、え？1時間コースのこっち側行かなきゃダメじゃん。結構汗かきます。ちょっと上がってきたんだよね、今。ここ上がってきました。映像では斜面に見えないかも。すごい斜面なんですよ。で、一段落したら、またこれこの間来たんですよ。この上だね。待って待って、あの標識、こっちだ、こっちだ。あ、私がこの間、おお、なんだこれ、カミキリムシじゃないの。ほら、飛んできた。この間クモの巣破った場所、誰もそれ以降飛んで、あの、飛ってないのかね。切れてますか。ここでしょ。これ上がっていくんだ。ほら。ね、これ上がっていくんだ。あ、血じゃない。間違えるとこだった。もうすでに切れてる。これ。水飲もう。ほら、夏終盤のトンボがもう出てますね。もうトンボ出てます。ピントが合ってないよ。ピントが合ってない。まあまあまあ、いるっていうことで。で、これはかなりまた急ですけど、上がってきます。中腹です。ベニタケ出てました。ベニタケだよ、毒だよ、食べられないよ。よいしょ。あ、険しいけど上の方から人の声がする。これ本当に1時間コースの一部なの。なんかこんなすごいんですけど。くぐっていくような、いや、道間違えてないような、これ。展望台ついちゃうんじゃないの。あ、熊笹。あ、おい、暑い、すごい滑る。いや、探検編みんな、あずま屋みたいに見える。よいしょ、上がってみよう。あ、アゲハだ、またアゲハいる。ああ、いい感じだね。ちょっとこれは撮りたい。なんか宴やってるよ、東屋で。はあ、違うか。移動中か。はあ、見えてきた。これ、はあ、息切れるわ。あ、いっぱい人いる。はあ、はあ、あれ、いっぱいいるわ。あ、こっち？あれ？いや、ここ道あるけど。
な。4個入ってない。こう行ってみよう。標識はね、下のまた戻る道になってんですよ。桜そういうわ、雲の巣。本当にこっちかね。いっぱい顔に雲がついたんですけども、いやーっと、あぜ、黒日陰ばっかりだ。近いよ。話しすぎるんですけど、これいっぱいいるわ。あ、ちょっと道広くなった。いやー、冒険だこれ。あらららら、いや、肝心のシジミに開いてないですね、また。いや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 、あ、ほら、さっき飛んでたようなガのちっちゃいやつですね。よいしょ。はあ、久しぶりにモンシロ見るとなんかノーマルっぽくて。まだまだ上に展望台行くには遠い。車ではひゃっと行けるです。なんか、この雲の巣がどうなってんだこれ。通れるのか。通してね。この黒日陰みたいなばっかり。そうするとですよ、これまた、ないね。さっきの桜なんとか、これないね。戻ります。ああ、桜草原たどり着けません。とりあえずこっち1時間コース歩いていこう。まあいい運動になるしね。1時間コース4番。これもすごい、カツラ。いや、人々おったわ、また人々。わあ、このシダすごいね。やっぱり黒日陰。お、弔問だ。あれなんだか、かな。多分ガですね。氷門ですね。裏銀筋氷門。止まりました。止まりました。この間もあったんだけどね。綺麗です。しっかり撮れたね、今日は。じっとしてる。部屋で飛んでます。よし、こっち行きます。エゾトリカブト、毒ですね。殺しに使われるか。いや、ちょっと道開けてきたような気がする。歩きやすい。でかいでかい。蛇の向け、縦波形ですね。どこ行った？あれ？あそこ止まってんだよね。足元来たし、止まったし、足に。あれ足元今来たし。あ、行っちゃった。これ、樹液じゃない？これ、違うか。こういうとこにも集まるよね。さてと、低木園。こっち行ってみるか。迷ってるぞ、今。花壇があるのはこの先見えますね。どうなんだろうな。とりあえず行ってみようかな。
さて、やってきました。花畑の。ここは開けてんだよね。開けてるけど飛んでるね。裏銀筋、ヒョウモンだね。さて、どんなのいるかな。亀口カフェにしようと思ってたら全然連続して出すような感じだけど、やっぱりこれはしじみ町追っ手になっちゃうよな。どう考えてみても、ここね、いろんな花、もうちょっとか、夏、まあまあ本当の真夏っていうか、もうちょっとだよね、時期的には。あの飛び方がですね、何がいるのかな、ちょっと行ってみて。ほら、上の方飛んでる飛んでる飛んでる。ちょっと近づいてみます。一応ね、どんなのが植えられてるかっていうのをお知らせしたいですね。これ見たら、ほら、6月から8月、あ、もう咲いていいんだよ。千島風呂で、これは浜エンドウ、石狩湾とかにもありました。かわいい花咲きますよ。ノコンギク、いろんなのあるね。キバナなんとか、キバナの河原松葉、いっぱいこう野草が本当にわーっと植えられてるんですよ。その中にシジミが来てくれれば最高なんだけど、あいつはなんだ、あれは来たぞ。ガの飛び方だね、これまた。あー、いや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 、どうでしょう。ほら、モンシロ君、ガが多いな。お、スジグロか。モンシロ、モンシロだよね。なんかスジグロにも見える。あんまり逃げないです。あ、わらびって伸びたらこういう風になるんだね。もっとシダっぽいかと思ったけど、茎のあるシダみたいな感じになるんだね。汗かいてかゆいわ。こりゃかゆいぜよ。ガの季節でしたね。蝶もいるけどさ。ホタル袋、これ有名ですね。結構ホタル袋。よしと、腐れ玉、桜草の仲間。なんで腐れ玉って言うんだろう、これ。可愛いと思いますけどね。なかなかいいでしょ、ここ。ここはね、いっぱい標本が来るんですよ。まあ、その何月とかね、区切りでこの週は、この月はこれが多いぞとかあるんで、まあでもシジミ飛んでる情報は入ってるので、どうかな、まあ、時間帯によっても違うし、あれもガだな。まあガを除いたとしても蝶は飛んでますよ、結構。細葉エゾノコギリソウ、でここが池というか水場になります。水入ってるかどうかは別問題。あー、枯れてる。でも水辺にある草が多いという、ね、そういうエリアです。いや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 、これは近寄っていっても何もいないわな。あ、よし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 、いた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 、いたよ。どこ行った。シジミのように小さいやつだったんで逃げられちゃったな。いや、目の前にいたんだわ。シジミじゃないと思う、うん、あれだ、ちっちゃい、ちっちゃい。あー、来い来い来い。おー、
なんだろう、すっごいちっちゃいですよ。うわ、かわいいね。すごいね。これ逆鉢の仲間じゃないかな。おお、ヒョウモンが訪問してきた。あ、待って。ほら。よいしょ。セミこんなとこで浮かせるんだ。まあね、この番組も見てる人は少ないんですよ。でも季節柄回数増えますね、きっとね。季節柄回数増えます。あ、噛み切りました。まあ、それは季節ものということで。なんで水入ってないんだよ、池に。上ちょっとあります、水。ここ根とかほらでかくなるんだよね。これ水槽用に売ってんだけど、こんな大きくなったの水槽に入れられないね。あ、水辺あるわ。上もあるけど、ここも。まあここでいっぱい蚊が発生するんだろうな。あ、綺麗。カキツバタみたいな。うんと、サワギキョウって言うんだこれ。へえ。スズランはありません。札だけです。本当はあるんだろうけど、季節が違う。今ね、ちょっと思い出したんですよ。旭川の科学科の人からね、なんかの時同行して違うやつでね、番組で、その時に、いや、あのシジミチョウ追っかけてるんですったら、いや地味だなって。アギャーとかさ、カブトムシ追っかけるならみんな見るかもしれないけど、シジミは見ないんじゃないって言われて、それを思い出して、ごもっとも思いましたけど、いいんですよ、これこだわりだからね、一つの、みんなが、なんていうかな、こう求めてるものだけ追っかけてたらつまんないと思いませんか。だからね、続けますよこれは。見る人少なくても、ちらっと見かけてね、この番組、あ、ちょっと少し興味あるなと思った方は見てください。続けて。あ、この音はね、下に函館本線って JR の線が走ってるんですけども、線路走ってるんですけど、そこを列車、トンネルあるんですよ。トンネルあるので、そこ危ないよっていうことで、あ、なります。また今日も綺麗、この角度も綺麗だね。これ綺麗綺麗。よし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 。これ柵あるじゃないですか。あっと思ってね、興味深い蝶が来た時に大体こっちに入っちゃうんですよ。行けなくなっちゃう。あ、面白いですね、こういう風になんか近場でこういう散策ができるのは。上り線下り線ってあるから、連続して鳴ることも多いですね、この警告音が。これはイワチ、ジャモンガンだ。ジャモンガンチ植物。ジャモンガンってね、厄介者なんです、これ。この岩だと思うんだけど。これかな。脆いんですよ。崩れやすいので、トンネル作るときにすごい大変だったみたいです。ちょっと掘ったらガラガラって崩れてくるので、本当に工事泣かせの岩という言われてます。ちなみになんかいねえかな。なんか来てくれればいいな。もう一つ違うの来てくれればいいな。シジミまではね、求めないんですけど、本当はシジミ求めてるんですけども、あれ単独で飛ぶからね、ひょこっと一瞬来て一瞬行っちゃうから、チャンスは難しいんですけど、それがまた楽しいのかもしれないです。だけどさ、すごい光景だよね。そういえばね、思い出しました。前にね、前にっていうか、現存であるんですけども、スキッパ絵本っていう、うちが作ったキャラクター、
のヘヨンなんですよ、喋る。これもね、見てる人極端に少ないんですけども、たまたま、たまたま偶然ですね、ネット上で、お話できるところがありまして、ベアーズマガジンのファンだったんですよ。で、バサッと言われたのが、スキッパー絵本なんで更新しないんですか、あれ楽しみにしてるんですけどって言われて、ドキッとしましたね。あ、少数でもすごいそういうのを大事に見てくださる方がいるんだなと思いまして、その後ちょっと更新したんですけど、また止まってるんでね。まあ絶対的に見るからやるっていうんじゃなくて、ガガ集まってくる、なんで。だからそういうのを大事にしていった方がいいのかなっていう、最近思うようになりましたね。あんまり見ないから受けないからやらないんじゃなくて、それ普通の地上波のテレビの考えじゃないですか。視聴率悪かったら降ろされる。ただネットなんで、なんぼでも出せるわけですね。だからそういうのもちょっと大事に、少数派を大事にしていこうかなっていう気持ちに最近なってきました。だからこれもね、少ないんですけども、見てる人だけど、いいねくれてる方もいるということは、何人かは気に入ってくださる少数派がいるので、まあそれでやってって、長い年月の中でバックナー見る人もいるので、そんな考えをしています。ちょっといろいろ喋っちゃったね。蛾の舞う中で喋っちゃいましたけど、しじみ出てこいみたいな感じで。しじみって、あ、気境なんだこれ。え？気境ってさ、あるんだよね、利休の庭に。こんな背でかくなるの？知らなかった。あ、なるんだ、こういう風に。さて、どのぐらい収録したか、時間、結構取ってると思うんですけどね。今度、下る方に行ってみようかな。また違うものに会えるかもしれないし。うわ、上の方飛んでるね。こっちの道、帰り道になるけど、行ってみましょう。アカゲラかなんかいます。キツツキドラミングしてます。うわ顔にまたクモの巣が。ミヤマオダマキ、ミヤマオダマキ、紫色の花。これはなんかゴミ？何？岩盤のエリアですね。わあ、ミヤマハコベ。あ、違う、これイチゴだ。これはイチゴだ。うわあ、すごい色だ。自己主張してる。まあ、人間の目から見た色と昆虫とか野鳥から見た目の色、色が、見た目の色が違うはずなので、どういうふうに映ってるのかな。人間にはこういうふうに映ってます。それもね、なんかでやってて面白いなと思ったんですよ。あの蝶々とかは自分の好み、好きな植物の色だけ目立って見えるらしいです。お、花アブ、平田花アブかな。ピントがロープに取られちゃって合えない。おいこっちだよ。ここピント合わせてくれ。花の蜜吸ってる。うー、ホバリングしてる。ハチドリみたい。おっかけろ。ちっさい。あれ、なんかシジミっぽいんだけど。戻ってこんかな。あんなちっちゃいシジミいるかな。行っちゃった。まあ、いるのは間違いないんですよね。いるのは間違いないんだけど、いなくなっちゃった。ねえ、これがシジミですよ。うい、まあ、シジミじゃないよな。小さい、かなり小さい。2時間コース。2時間コース、30分。30分コース。
2時間コースってすごいよね、考えてみたら。いや、今のどこ行っただろう。ちょっと歩いてみるか。ねえ、気まぐれなんで、本当に。しじみくんは。アゲハ後ろ飛んでる。さっきのいた。なんだ、ガかな、これ。やっぱり小さすぎるもんね。わかる？飛んでんの。なんかガですね、これ。え？ちょっと待って、シジミやん、これ。シジミでした。いた。いたいた。いやいた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 。ついにいた。待って。あれどこ行った？ああ、それすっごいちっちゃい。やばい。シジミでした。いましたね。いましたね、いましたいました。超ズームで撮ってます。やっぱりシジミだったんだ。ツバメシジミかなこれ。小さいですね。うわあ、会えた。緑しじみじゃないけど会えたよ。ちょっと待って。ああ、でもここまで引っ張れないな。いやー、やはりしじみでした。羽広げてくんねえかな。紫色でしたよ。あー、すごい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 。大きさがね、わかる？本当に小さいんですよ。今立ち上がったら飛んじゃうと思うんで、ちょっと立ち上がってみますかね。このぐらい引っ張って、よいしょ。ああ、膝が痛い。よいしょ。ボキボキってた。いましたね、しじみくん。ほら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 、すっごいちっちゃいんだ、これ。いや、特にちっちゃいな、このしじみ。いやー、うん、いい感じ。近づけよ、ガッツシ。ガッツシ近づきますよ。近づいても映らないというね。これね、難しいですよ、本当に小さくて。焦点距離のこともあるから、あんまり近づいても撮れないんですよね。レンズ変えないと。いや、いい感じ。やりましたね、今日大収穫。おう、ありがとう、ありがとう。アジサイ綺麗ですね。エゾアジサイ。うん、これにも蝶寄ってくるんだよね、蜜水に。まあ、他の虫も寄ってきますが。あ、蜂が。